お嬢さんは桔梗の花のような人でした。お勉強？はい。お邪魔かしら。いえ、でも琴の練習はもういいんですか？全然うまくならないんですもの。麦茶ここに置きますね。ありがとうございます。難しそうな本、さっぱりわからないわ。勉強なさい。よかったら私が教えます。あ、その言い方先生みたいね。天ぷらですか、うまそうだ。アナゴもあるのよ、お好きでしょ。はい。二人はとても親切で愛情にあふれた方たちでした。田舎者の私はこの家に下宿できたことを心から幸運に思いました。お嬢さん、すみませんが、後で握り飯を三つばかり作ってもらえませんか？まあ、今食べたばかりなのに。私の分ではありません。いや、ちょっと。なんだか怪しいわね、お母さん。ケイ、探したぞ。ああ。おい、いらん。どうして？腹が減ってるだろう。減ってるがいらんのだ。また修行の道か。お前はその辺の坊さんより坊主らしいな。俺はもうとっくの昔に実家の寺とは縁が切れている。お前は次男だ。それも性があるまい。医者の家に養子に出されたこと、まだ恨んでいるのか？恨んでなどいない。第一、その家とも縁は切れたんだ。養父母を欺くようなことをするからだ。医学部に入っているふりをして宗教学を学んでいたなんてな。お前は大胆なやつだよ。道のためならそのくらいのことをしても構わない。だったら最後まで騙し通せばよかったのだ。一切の援助を切られたらとても学生などやっていられないだろう。これからは人の世話にはならん、決めたんだ。なあケイ、うちの下宿に来ないか？断る。いいか、これはお前のために言ってるんじゃないぞ。私のために頼んでるんだ。なんだと？私にもお前の言う道とやらを勉強させてもらえないだろうか。お前、私の近くでお前の生き方を示してくれ。な、頼む。お願いします。ここに置いてやってください。そう言われてもね。私はやっぱり反対ですね。ケイにはもう私しか頼れるものがいないのです。住む部屋も私と同じで構いません。食費もここにまとめてお支払いします。でもね。お嬢さんのことなら大丈夫です。あいつは己の道を極めるために毎日精進に励んでおります。お嬢さんのことなど見向きもしないでしょう。うちのためじゃなく、あなたのためにですよ。私は両親が死に、親戚にも裏切られました。孤独でした。そんな私に人の温かさを思い出させてくれたのは、奥さん、あなたとお嬢さんです。ええ。ケイにも、あなた方の優しさを分けてあげたいのです。冷たい水の底から、救ってあげたいのです。そこまでおっしゃるなら。ありがとうございます。知りませんよ。しっかりしてちょうだいね。ただいま帰りました。先日お話ししたケイです。はじめまして。今日からよろしくお願いします。こちらこそ。おい、
もう少し愛想よくできないのか。なぜだ。これから一緒に暮らすんだぞ。仲良くした方が楽しいだろう。俺は楽しくするつもりなどない。ここが私の部屋だ。ここに小さい次の間がある。お前は私の部屋で一緒でもいいし、ここを使ってもいい。ここがいい。狭いぞ。構わん。わかった。失礼します。はい。あの、これ。ありがとうございます。まあ、早速お勉強。その部屋は狭いけど、中庭につながっているんですよね、先生。先生だと。ああ、お嬢さんが冷やかして私をそう呼ぶんだ。冷やかしてなんかいないわ。だっていつも先生みたいに本ばかり読んでるんですもの。すみません。そろそろ夕食にしましょう。はい。今晩は奮発したのよ。楽しみにしてらして。お前はいつもあんな女たちと喋っているのか。ああ、二人ともいい方たちだ。何が面白い。時間の無駄だ。女は何かを学ぼうとしているようには見えん。それは男と女は学ぶものが違うからだろう。同じだ。精神的に向上心のない奴はバカだ。相変わらずだな。私はこの時、なぜだか心がざわざわしたのです。ただいま戻りました。奥さん、いらっしゃらないんですか？何かあったのか？何もない。私は我が目を疑いました。まさかケイがお嬢さんを。でもすぐ私は自分を恥じました。ケイがそんなことをするはずはないのです。あら、そうですか。ええ、大変苦労したものです。負けず嫌いで。素敵な方だったんですね。そんなことないの。あの人一旦言い出したら聞かないんですから。袴を作ろってくれないか。わかりました。ただいま帰りました。おい、何やってるんだ。破れたのを繕ってもらおうとしただけだ。お前。どこへ行ってたんですか。こんな時間まで家を開けて。ごめんなさいね。いつもの魚屋が来なかったから。魚屋？そんなに怒らないで。別に怒ってなんかいません。そうだったらいいんだけど。とにかくお嬢さんを一人で家に置いとくようなことはしないでください。
どういう意味かしら。最近この辺り物騒なんです。そう、物騒ね。気をつけましょう。悪いね。いや、ずいぶん遅かったんですね。お嬢さん、さっきはどうして声をかけてくれなかったの。お嬢さん、私怖くて。最近帰りが早いな。授業がつまらんのだ。お前、お嬢さんと二人っきりになろうとしてるんじゃないのか。何を言う。いや、今日は言わせてもらう。ケイ、最近のお前はみっともないぞ。お前があれほど大事にしてきた修行とやらはどうしたんだ。道を全うするんじゃなかったのか。なるほどな。なんだ。俺をあの家に呼んだのはお嬢さんのためなんだな。どういう意味だ。俺のような人間にいろいろ恵んでやれば、人間としての株も上がる。女にいい格好もできる。違う。私はお前のためを思って。俺のためだと。全てに満たされたお坊ちゃんが慈悲の心で手を差し伸べたとでも言うのか。俺みたいな男をお嬢さんが相手にするはずがないと思ったか。お嬢さんは関係ない。うん。お前はどこまでもプライドが大事なんだな。かわいそうなやつだ。悪いが、金持ちの慈善ごっこに付き合う気はない。なんだと。俺はお嬢さんが好きだ。はい、お弁当ですよ。ありがとうございます。行ってらっしゃい。奥さん、あいつ何か言ってませんでしたか。何、何かあったんですか。いえ。少し話さないか。勉強中だ。頼む、いいから来てくれ。昨日の話だが、
ああ。本気なのか？俺はいつだって本気だ。ケイ、私は奥さんに申し訳が立たない。こんなことになるんならお前を下宿になど。それは悪いと思う。だが恋愛と恩義は別だ。奥さんは付き合いを反対するに決まっている。許してくれるわけがないぞ。駆け落ちでも何でもする。お嬢さんの気持ちはどうなんだ？もちろん思いは一緒だ。めちゃくちゃだ。分かっている。だが止められん。ふざけるな。覚悟もない奴に。あ、覚悟だと？お前が一番よく知っているだろう。俺には何もない。あるのは覚悟だけだ。お前と違ってな。どうすれば？入りますよ。具合でも悪いのですか？はい、これおかゆ。すみません。ねえ、どうなってるの？今朝、Kさんが娘を嫁に欲しいと言ってきたわ。勘弁してほしいのよね。娘が間違ってあんな甲斐な人できちゃったらどうしてくれるんです？すみません。あなたもしっかりしなさい。娘が好きなんでしょ？わかるわよ、見ていれば。すみません。謝ることないわ。あなたなら喜んで娘を差し上げます。奥さん、お嬢さんをください。今すぐください。よご残暑、差し上げます。あ、でもまだ K には言わないでください。どうしてですか？必ず私が言いますから。必ず。でもね。学校行ってきます。もう少し寝てなくていいんですか？調子悪かったんじゃないのか？ああ。医者に行ったらどうだ？お前には金があるんだからな。もう大丈夫だ。なあ、この花、まるでお嬢さんのようだな。私はそうは思わないわ。来年、この種をまいてやろう。もうすぐ夏も終わりだな。ああ。眠れないんですか？ええ。私もなんですよ。どうですか？いっぱい。俺とですか？そうですよ。今日はね、おめでたい日なんです。あなたもぜひ一緒に。あなたのおかげでもありますからね。どういうことですか？実は娘の縁談がようやくまとまりましてね。いやね、当人同士は前々から慕い合っていたんですよ。でもお互い奥手だからなかなかまとまらなくてね。あなたがこの家に来てくれたからなんだか急にうまくいったみたい。さあ、祝福してください。
私は K に負けたのです。お嬢さんと結ばれる一番幸せな瞬間にさえ私の体からは血の匂いがしました。私は一生K の囚われの身となったのです。この後、心、最終話です。